はい、今からでも遅くないベースレッスン講師の大沢でございます。いつもお世話になっております。今日はですね、いつもと違うのはすぐお分かりいただけるかなというふうに思うんですけども、いつもと違ってエレキベース、ウッドベースのレッスン動画ではございません。お役立ち情報でもございません。今日お話しするのは、今2022年2月上旬頭なんですけども、2年前のように音楽業界、特にライブとかがですね、戻ってくるんでしょうか、できるようになるんでしょうか、どうなんでしょうかっていう話をですね、僕なりに、音楽の歴史をヒントに、予想を立てていこうというふうに、思っております。よかったらお付き合いください。はい、というわけでベーシスト作曲家の大沢つのりでございます。このチャンネルはエレキベース、ウッドベースを趣味で生涯学習的に楽しんでいきたい、辛く厳しい練習を毎日したいわけじゃないんだけども、効率的な練習方法で早く上手くなって、ライブとかセッションとか音楽配信とか動画配信とか、いろいろ楽しんでいきたいよねという方々が集うチャンネルとなっております。よかったらチャンネル登録してみていただければ幸いでございます。で、今日この動画で言う感じではないんですけどね、いつもはレッスン動画をやっております。お役立ち情報を出しております。なので動画のリクエストなんかもいつもは受け付けているんですけども、これを初めて見た方がですね、リクエスト、受け付けてますって僕が言ったらですね、歴史の話してくださいみたいなね、そういう感じになっちゃうかもしれないんですけど、まあ歴史の話も全然大丈夫ですよ。僕は歴史が大好きでですね、まあいろんな本を読んでですね、まあ今日も歴史の話をですね、まあしていくのでですね、まあそんな内容のリクエストでも OK でございます。コメント欄とかですね、僕のホームページのお問い合わせに直接入れてもらうとか、各種 SNS やってますのでダイレクトメール送ってもらっても大丈夫なので、リクエストがあったらどうぞお送り、いただければなというふうに思います。答えられることにはすぐお答えしていきたいなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。またオンラインレッスンなんかもやっております。歴史じゃないですよ、歴史とかじゃなくてね、哲学とかでもないですよ。エレキベースとウッドベースのオンラインレッスンやってますのでですね、あとね DTM なんかもね、オンラインレッスンもまあ大丈夫かなというふうに思いますんで、 DTM、デスクトップミュージックですね、一応僕某楽器店でですね、デスクトップミュージックの講師のですねライセンス持ってますので、キューベースとかロジックとかだったらですね、あとガレージバンドとかですね、全然行きますんで、ご要望あったらですね、おっしゃっていただければで、どこで言うんだっていうのは、僕のねホームページの方にレッスンっていうところがあるんで、そこ見ていただいて、まあ気になったら、お問い合わせから問い合わせいただければなというふうに思います。よろしくお願いいたします。本日の内容を冒頭申し上げたんですけどもですね、ちょっと物騒な世の中になってから、2年が経ったということですね。その間ですね、ちょっとね隙間が空いて、その間にライブをねできたりなんていう話もあったりなんかするんですけれども、なかなかライブができない、あるいはスタジオでリハーサルが、できない、あるいははばかられる状況だということが、言えると思うんですね。いつになったらあの頃のように戻っていくんだろうというふうに、もう考えている方が、ほとんどかなと、思うんですね。僕もですね、一応演奏することイコール、収入に直結しますので、常にそれは考えているわけで、僕たちプロじゃなくても、アマチュアの方々っていうんですかね、趣味でやられてる方々もですね、演奏することとかライブすること、人前で歌うことを、生きがいにね、している方も多いと思うんですね。あるいはそのライブの後の打ち上げが生きがいになってるっていうね、僕みたいな人もいるとは思うんですけどもですね、やっぱ皆さんね気になるところだと思うんですね。で、調べるとインターネットなんか調べると、いろんなね、未来予想が描かれていてですね、こんな風になっていくだろうとかね、前のように戻るでしょうとかね、いろんな書き方を皆さんしているんですけども、今日は僕なりにですね、歴史をヒントにしていくという新しい切り口、新しいんだかなんだかよくわかんないですけども、歴史を紹介していくって切り口は少ないと思うんですよね。なので
歴史を切り口にしてですね、切り口にしない歴史をヒントにしてですね、若干まあ腑に落ちれるかなというところまでお話ししていけたら、いいなと、まあ自分が腑に落ちるところまでですね、お話ししていこうかなというふうに思いますのでですね、よかったら最後までお付き合いいただければなというふうに、思います。早速ですけどもですね、まあ音楽っていうのは、一応ここらですね、紀元前14年と一番上に書いてある、これ見えますかね？もうこれ、ね、これスマホのあの縦画面だったらね、見えないんじゃないかと思うんで、スマホで見てるからですね、ぜひ横画面にしてですね、目の悪い方はですね、老眼鏡をかけてもらってですね、僕遠視なんで、まあ遠視のメガネかけてですね、かなり近づけないと見えないんですけど、まあ、そんな感じでね、見ていただければなというふうに思うんですけども、見えなかったらですね、一応、まあ、滑舌、すごく悪いですけど、僕、頑張って喋りますのでですね、ついてきてください。一応、音楽の歴史的にはですね、紀元前14年ですね、シュメール語で、書かれたのがですね、シリアですね。まあ、シリアに、まあ、石板が残ってたということでですね、2015年に、まあ、出土したんだか、発見されたのか、出土なのかわかんないけど、まあ、まあ、考古学者によってですね、1950年にですね、シリアでまあ見つかったと、でそれがですね、あ、じゃあシリが反応しちゃった、シリアでごめん、君じゃない、はい、申し訳ありません、はいはい、 OK です、いいよ、ありがとう。まあ、そんなわけでですね、世界最古の歌がですね、まあ、紀元前14世紀ですね、ごめんなさい、紀元前14世紀に、あったというのが一応、まあ、今のね、歴史の中では一番深い部分というところになってくるんですけども、そこからですね、すごいですね、まあ、すごい、まあ、こうやって見るとね、まあ、紀元前14世紀から、まあ、63世紀なんですね、まあ、もうすぐなんかすごい短い間のように見えてですね、まあ、この間ですね、まあ、約、まあ、800年間あるわけですね800年間あるんですけども、一応飛びましてですね、まあ、そこからですね、800年経つとですね、まあ、なんか、まあ、変わっていくわけですよ、いろいろね、まあ、ここからここっていうのはよくわかんないですけども、まあ、音楽っていうのは、まあ、かなり変わってくるわけなんですね。まあ、大項目いっちゃうと、まあ、演劇やってた、まあ、コロッセオみたいな、まあ、コロスみたいなところで、演劇をやっていたところから、なんつうの、バッハとかね、ヴィヴァルディとかね、ベートーベンみたいなね、ああいうなんかもう器楽ですね、ピアノを使ったり、チェンバロを使ったりみたいなところに行ってですね、まあ、現在ではですよ、もうボタンポチッと押せばですよ、ブーン、チッ、グッ、ブン、ブン、チッみたいなね、まあ、そういうのになっちゃう、サンプラーだったりとかですね、DAW ですね、DAW とかね、ディスクトップミュージックなんていうのがですね、出来上がってですね、音楽ってはまあ変化していってるもんなんですよね。そういうのをですね、ちょっとずつちょっとずつ見ていこうかなというのが、まあ、本日なんですけども、まあ、ここ OK ですね、まあ、世界最古のですね、一応歌がですね、紀元前、14世紀頃に、まあ、あったというものなんですね。そこからですね、時が経ちですね、紀元前、紀元前6世紀から3世紀あたりにですね、まあ、ギリシャですね、まあ、そう、音楽の歴史って基本的にはまあ、歴史書で書かれているのはですね、もちろん民族音楽の歴史のうちもあるんですけども、書物として残っているものとかですね、現存して何かが残っている、伝えられている、しっかりと伝えられているものってやっぱ西洋音楽になっていってしまうんですね。西洋音楽が、まあ、今の、西洋音楽っていうか、まあ、古代ギリシャですね、ごめんなさい、古代ギリシャが今の、まあ、西洋音階とか、今のポップスのですね、礎になっていっているっていうのが、まあ、通説になってるんですね。まあ、本当かどうか分かりませんよ。本当はね、学者さんの、まあ、推論でね、書いた学説が、引用され引用され引用され、それが、まあ、本当の真実というふうに言われるようになってしまったかもしれないんですけども、一応ね、歴史書に書いてあったりとかですね、まあ、一般的に言われているのはそれなので、一応、まあ、ギリシャの歴史から入っていくんですけども、紀元前、6世紀から3世紀ですね、ギリシャの演劇が、まあ、始まるというか、まあ、一般化していったわけなんですね。ギリシャの、まあ、古代都市っていうか、まあ、都市の、まあ、アテナイ、まあ、アテネって言ったりするのかな、で行われていた演劇があったんですね。喜劇とか悲劇とかディオニソス劇とかですね、まあ、いろいろあったわけなんですけども、その中でですね、コロスって言われる、まあ、合唱隊がですね、なんだっけ、オルケ
ケストラ、オルケストラっていうのは、まあ、発音ちょっとわかんないですけど、オルケストラっていうところで、まあ、踊って歌っていたっていうのがあるんですね。まあ、この頃になってね、ちょっとカンペあるんで、こうカンペ見ながら喋りますけどですね、まあ、本格的に今流行したのは、まあ、この頃だというふうに言われていてですね、まあ、現在の音楽用語の、まあ、語源となっているものが多いことからですね、まあ、この辺からですね、やっぱりみんな影響を受けていったのかな。例えばコロスって言われるね、合唱隊がね、歌っていたって言われるですね、コロス、でさっきオルケストラって言ったんですけど、オルケストラ、ね、コロスがオルケストラで歌ってたとね、コロスっていうのは、まあ、コロスっていうのは今の言うコーラスの、まあ、語源になって、オルケストラっていうのは、まあ、そのまんまですね。これね、アルファベットで書くとですね、そのままオーケストラなんですね。オーケストラなんですけども、まあ、語源になっていたかなっていうふうに言われてるんですね。こうやってなんか、炎上の、なんか、なんていうんですかね、古代のなんか遺跡みたいなね、闘技場みたいなのあるじゃないですか。ああいうところでね、やっていたと。そこでは、まあ、音楽が あったらしいんですね。まあ、合唱隊なんでね、何人かで歌っていたらしいでございます。後半になってくると、まあ、まあ、ハモリまで行ったかどうかわかんないんですけども、まあ、違う旋律をね、まあ、歌ったりなんかっていうのもあったらしいんですよね。ちょっとよくわかんないですけども、そのように書かれている書物っていうか、まあ、本とかが多いですね。その後もキリストが誕生するわけなんですよね。キリストが誕生するので、まあ、元年っていうか、一応紀元後1世紀ということになりますけどもですね、これキリストが誕生すると何が起きるかっていうと、まあ、キリスト教が誕生するわけですね。キリスト教は正確にはキリストが亡くなってからですね、キリストが死んでから、まあ、キリスト教というのが、まあ、できたというふうに言われてるんで、一応まあ紀元後から、まあ、20年30年かなぐらい経ってからになるんですけども、そこで、まあ、何が起きたかっていう、音楽的に何が起きたかっていうと、キリスト教って聖歌ですよね。聖歌があるじゃないですか。歌じゃないよ。聖歌ね。聖歌なんですよ。聖歌があって、その聖歌が、ごめんなさい。キリスト教っていうのはもうヨーロッパにね、その後にね、こう広まっていくわけなんですよね。で、広まっていくと同時にですね、聖歌と同時に広まっていく、まあ、ミサとかで、一応ミサでは聖歌っていうのがね、つけものだったわけなんですね。まあ、今もそうかな、ミサなんて言った。ね、今もそうかもしれないんですけど、まあ、つきものだったということで、その歌もヨーロッパ全土に広がっていくんですね。聖歌のことをですね、グレゴリオ聖歌なんつったりしてですね、最初の頃は、まあ、単音旋律ですね、まあ、で、皆さんで歌ってたみたいなんですけどもですね、そのうち、まあ、コーラスみたいなハモリみたいなのも、まあ、できていったというふうに、言われています。すごいですね。ここまではですよ、ここまでね、ここまでは、まあ、人づてだったし、まあ、その場にね、行かないと見れなかった、聞けなかったわけですよ。このギリシャのね、まあ、劇場ですね。ギリシャの劇場に行かないと、その、コロスの歌は聞こえなかった、聞けなかったし、キリスト教もですね、まあ、聖歌なんで、一応、教会に行かないと聞けなかった。まあ、教会で聞いてきたものをね、誰かがその辺で歌ってたかもしれないですけども、教会のあの空間、すんごい響くあの感じで聖歌を歌って、神に会った気になるっていうと、ちょっと言い方悪いんですけど、神聖な気持ちに、ね、なってというね、まあ、教会ありきですよね、聖歌っていうね、きっと響く空間ありきだったと思うんですよ。今みたいにね、おハッピーデイみたいな、そういうんじゃないですからね、そういうんじゃないんで、まあ、その場に行かないと聞けなかったみたいなね、
そういうものでございますけどもですね、そのうちにですね、9世紀ぐらいになるとですね、ネウマフっていう今あの、まあ、楽譜の原型ですね、今5000譜ですけども、まあ、ネウマフっていうのは、まあ、5000に限ったことじゃなかったらしいですけども、ネウマフっていうのができて、まあ、それから、まあ、500年ほど600年ほど経つとですね、印刷技術の発達というのが起こるわけですね、機械印刷だとかですね、まあ、いろんなものができるわけなんですよ。そうなってくるとね、そうなってくるとこれ一般化するわけですよ。だって何のために印刷するかって言ったら、まあ、一般の方たちをターゲットとして、まあ、売り物にして、例えばチェンバロがあるお家だとかバイオリンがあるお家、なんかに、まあまあ、例えば、まあ、多分ね、貴族とかね、そういう、まあ、上流階級の方向けだったとは思うんですけど、まあ、この辺の年代だとね、まあ、楽譜を売っていたんであろう、まあ、売ってないにしても、楽譜をまあお届けするということはですよ、音楽、まあ、楽譜もらった人が音楽をやるわけなんで、これがですね、まあ、ここまではその会場に行かないと聞けなかったようなものがですね、まあ、家庭でね、まあ演奏するようになっていったというものなんですね。でここまで来るとね、まあ、あとここね、19世紀ですね。19世紀になるとですね、ニューヨークのね、ティンパンアレーっていうね、まあ、一部のこの地域があるんですけども、そこでですね、ものすごくね、印刷が、まあ、活発に行われててですね、基本的に、まあ、音楽の、産業の中心がですね、楽譜をすること、楽譜を売ることになっていったんですね。まあ、19世紀なんで、もう近代っていうか、もう最近のことですよね。最近なんですけど、ね、楽譜をまあブワーッとこう売っていてですね、一般の方が手にして、まあ、この頃ピアノありましたから、もうすでにね、チェンバロとかそういう時代じゃないですから、もうね、この頃のピアノポールってあったかなんですけども、まあ、そういう風になっててですね、だから楽譜を買ったらまあ、お家で練習してですね、まあ、あるいはコンサートホールでね、まあ、一般の今までは貴族のものだったとか宗教的なものだったっていうものが、まあ、一般的になっていったわけですね。ここかなり一般化した時期だったと思うんですよ、この辺でね。一般化しましたね。音楽を演奏するということが一般化していた。それまで、まあ、音楽を聴くということが、まあ、一般化、どんどん一般化していったよねというものだったんですけども、ここはもう音楽をやるということが、まあ、一般化していった時代なんじゃないかなというふうに、まあ、時代って言ったら千年ありますけどね、まあ、そういう流れがあったんじゃないかなというふうに、思うんですけども、そこからですね、そこからですよ、そこからすごい変わるんですよ。これね、19世紀の末になるとですね、皆さんが好きなトマス・エジソンですね、エジソン、大発明家と言われていますけども、人の発明品をですね、商品化する天才だったっていうふうに言われてるんですけども、まあ、その話はちょっと脱線しそうなんで、やめておきますけど、レコードですね。レコード録音を始めたんですよ、ね、これ僕レコード録音を始めるって書いたのはですね、エジソンが実際にその技術を発明したわけじゃないというふうに言われてるから、まあ、こういう書き方したんですけども、まあこれが要するに初の録音みたいな、まあ、初じゃないかもしれないんですけども、一応この一般的に、まあ、レコード一般人が扱えるような録音とか再生技術ですね、がここが初めてだったんじゃないかなと、こうなってくるとですよ、ここまでは楽譜だけだったんですけども、ここから先音源っていうメディアがずっと存在してくることになりますよね。といったところですね、そこで起こるのが、何が起こるかっていうとですよ、生で聞きに行かなくたって、聞けるんですよ。そうなんですよ、まあ、蓄音機が一般化しますね。20世紀に入るとですね、20世紀っていうと、まあ、1901年、より、後ですね、になると蓄音機が一般化するんです。まあ、蓄音機はですね、エジソンが発明したっていうふうに一応言われているんですけども、一般化するとですね、各家庭にね、蓄音機が置かれるようになると、まあ、レコードで音楽を聴く、うんだから、さっき言った通り、まあ、会場にね、聴きに行かなくても良くなるというね、そういう、まあ、現象が起こっていくんですね。ただただ、まだこのね、この辺の時代だと、まだまだ、まあ、レコードを聴いていいなと思って、まあ、生で聴きに行くみたいな、生にはやっぱ価値があって、
ったわけなんですよね。まだまだねというふうに言われているわけなんですよ。まあ1900、まあ40年50年ぐらいとかの、例えばブルーノート、アメリカのね、ブルーノート、ジャズですね、ジャズなんかの、まあ、レベルなんかが、まあ、レコードバンバン出してたりとかですね、ラジオバンバン出してたり、ラジオの話ちょっと、ここからするんですけども、ちょっとごめんなさい、ちょっとね、話してるとね、どんどん先行きたくなっちゃうんですけども、ちょっとね、ちょっとこれもう時系列でね、行きましょう。一回ちょっとカメラ切りますね。これね、30分ぐらい、経つとね、勝手に切れちゃうんだ。はい、再開ということでですね、私はですね、バーボン。